違うけど。うわー最高だ。うーわこのエジプト。すごい美味しい。ですけども、はい、なんと桃式さんに来てしまいました。やったー。桃式さんと言いますと、うちのチャンネルご覧になられてる方も結構ご覧になる、どこ行くの分かっていただいてると思うんですけども、カジサックコラボ第2弾の時に、うん、カジサック師匠に、差し入れさせていただいたお歳暮のお肉、はい、そして、包み下店長に謝りに行った時のお肉がこちらの桃式さんの、すき焼きのセットでございました。はい、今回はなんとその桃式さんで桃式さんで桃式さんお食事をさせていただきます。やったー。しかもですね、ちょっと店長さんおすすめのところをいただけるということで、お肉の部位ってこと？お肉の部位ってなのか、うん、おすすめの食べ方なのか、それはちょっとよくわかんないけど、出てくるがまま、爆食いさせていただきたいと思います。お昼軽めにしたからまだ5時ぐらいなんだけどお腹ペコペコ帰ってくれと言われるまで言おうと思います。え、ね、食べ放題じゃないよね食べ放題ではないです。食べ放題じゃないよ。まずあの桃式さん、どうしてこんな私がよく動画に出してるかと言いますと、うん、こちらの社長ですよね。社長さんと店長、店長じゃないですね、今料理長、はい、料理長が僕が奈良で住んでた時のバイト先の同僚の方々なので、うん、あ、2人ともなの？そうですよ、先輩、はいはい、と一応、順序的にはその店の後輩。あ、そうなんだ。そうなんですよ。それ知らなかった、社長さんだけかと思ってた。社長さんに、ほんで桃式さんを知る理由は、特急の中で偶然席が近くにしたんですよね。ほんでこんなんやってね言われて、いいっすね言うて、YouTube 始める前にそれを、見させていただいてて、うんうん、で、まあ、カジサック行くときに、あ、そういえばあそこのお肉あったな、いうことで、うん、今回連絡させていただいて、ずっとつながってるということなんですけども、はい、うん、そんなつながりから、強引にお店でロケをさせていただくということでございまして、使えるコネは使っていく。そうなんですもちろん、お会計もしますから。はい、はい、ということで本日はそんな動画です。お腹減ってる方は見ないでください。よろしくお願いいたします。お願いします。お肉やってきたよ、やってきたよ。え、そうそう、来た来た来た。あ、ちびらんこちゃん見て、やばい、すごい。嘘やん。おみこしみたいな感じできたこれじゃあ余ったら持って帰らさせてもらっていいですかこれ店長一体何百万円、何十万円ですか、何百万円。いや、そうでしょ、すごいですよこちら。桃式さんといえば大和牛でございます。こちらのお肉を今日はたくさん食べさせていただきたいと思います。ね、王の晩餐じゃん。はい、本当に王族が食べるやつ。そうだよ、要はこの部位がいいって選ぶやつじゃん。じゃあ店長よろしくお願いしますやばい、大和牛の A4 きれい。これ店長さん、はい、うちの動画でいつも食べさせていただいてるんですけど、食べ方合ってますか我々？大体やってます。大体、じゃあちょっと違うんだ。ちょっとやっぱりね、やっぱお店の方にやっていただく方が、実際お店来たと、ここ来させてもらった時って、ちょっと店員さんがやっていただけたりとかあるんですか？はい、やりますやります。うわ、じゃあもう一番美味しい状態で今日いただける。パパ覚えてよ。わかった、うん、これからね、お取り寄せする時に、うんうん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。お願いします。
卵をね、割っていただきますね。はい、ジミランドちゃん、コンコンパができるよ、やる？やってやる人、うん、はーい、うん、おー、強い強い強い両手で持って、あうちの娘ね、パワー系なんですよ。パワー系だ ね指がズボって入りました。あ、すいません、ちょっとじゃあパパのもやって、それパパのでいいよ。いいよいいよいいよ、どうせ次も終われるからあ、優しくやってくださいよね、いくよいくよ、ポン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 、はい、そしたら優しく、優しくから、せーの、パカッ、あ、できたー、あ、いけた、上手、おー、うん、上手ね、うん、さあ、終わりました店長、はい、すいません、時間かかりました、すいません卵も、これは奈良の卵ですよね。はい、そうです、卵だけ買いに来てくれる人もいる。あ、マジっすか、ほんまに森村の赤玉、私だってこれ卵かけご飯したらめちゃめちゃ美味しかったもん。あ、残ったやつで、うん、それ聞いてないな、俺ごめんなさいね野菜もね、これ全部奈良の食材はい、白キクラゲって店長、俺他で聞いたことなかったんですけど、他にもあるんですか。あるのはあります、これでまでまで、でもまあ奈良が有名、そうですね、僕ら奈良をしてるんで、奈良が一番、はい、保護者の温めてる間に、はい、卵を皆さんに溶いてもらって、あ、もうこの間に溶いておく、はい、今チビランドちゃんのやつ見てる、そうそう、上手上手、パパの見てごらん、こうやって横、斜めにしてるの、まあ、肉焼いていきます、はい、白いとこある、ドリンクなんかちょっと最後飲んで、ママやったからやっていいかな、クラシタ、はい、これがいつもあのギフトで使ってもらってるわけです、はい、うーわー、やばー、こぼさないで、やばい、わあ、もうそんな3とかいっちゃっていいんですか、3行きます、やばー、いつもなんか1ずつ言ってましたけど、ねー、あれ取れてきますね、ちょっと離れるかもしれませんね、はい、うわー最高だ、ほれほれ、もう上がっちゃうよ、わーすごーい、うーわ、このエジプト、やっぱなんか家でやるのとちゃう気がしてきたな、本当だね、うん、でやっぱこのすき焼き鍋を買わなきゃダメかもしれない、ダメね、ちゃんとやんないと、買おうか、すき焼き鍋、うん、送りますえなんかまるで催促したみたいなあれの、さっきあるの見たみたいだなはい、見ていきます、はい、じゃあまず嫁に入れてやってください、おちびちゃんの、すいません、ハサミとかあったりする、ハサミあったりします、なんかチビにちっちゃく、ごめんなさい、ま、ごめんね、チビランドちゃん、先にちょっと、まず先食べて、いい、いいよ、ね、今ハサミ借りるからね、すいません、はいはい、お父ちゃん先にいただきます、店長さん念願の、うわー、いただきます、どう？ビミ。うん、おいしい。すごいおいしい。パパが作ったのとやっぱりちょっと違う。やっぱ違う？うん、マジで？うわ、食べてみたい。白いご飯ガバガバガバってかき込みたい感じ。まあ、違う、まずまだまだ大丈夫です。違います。催促じゃないです。用意します、用意します。なんかもう何か言ったらすぐ出てくるから言いづらくなってきた。なんかこれだけで今度がなるんちゃうかな、あー、おいしそう、すごい、これ、この間の時もそうやって言うけど、編集さんが死ぬほど腹へんねんだろうね、見たくない、編集したくないと思うよ、
たのお菓子なの。やっぱちょっと違うんでしょ、パパが作ったのと。違う、パパが作ったのも美味しいけど、割り下の量なんやと思う、俺、下手やないもんは。いや、下手ではないけど、やっぱなんか絶妙な量があるんだね、うん、すぐに肉の旨味きたし、うん、相変わらずやっぱ脂っこくない、なのに柔らかく溶けていく、うん、この割り下と卵のバランス、うんうん、甘すぎですね、うん、割り下も薄めたりしないでもちょうどいい味なんだよね、うん、で、この醤油感ね、そう、甘みも強すぎずね、いやー、ママ銀シャリじゃないですか、うん、ママ歯抜けてる、お鍋ご飯抜けてる、歯は抜けてないよね、歯は抜けて、歯抜けてないよ、どうして歯抜けてない、歯抜けそうなぐらいうまいけど、どういうことシャカシャカって言ったの、シャカシャカって言ったの、うん、歯食べてると、歯は食べてない、大丈夫、なんか一口の量おかしいじゃん、思春期の子みたいな、あれぐらいいけるじゃん、この肉最後、チビランドちゃんがお肉とご飯を一緒に食べると美味しいっていうことを覚えたよ、お、素晴らしい、おいしい、お肉とね、ご飯美味しいよね、今口の中一緒に入ってる、最高なかなかこんな美味しい肉食べれないからね、本当だよ、ちょっと嫁ランド、うん、テーブルにどえらいもん来てんねんけど、私の大好きな牡蠣、これ牡蠣とイチジク、どういうことですか、これはあの普通のお野菜とは別追加で、出してる、うわー、すごい、旬の野菜とか、あとはまあ海鮮、ウニですね、ウニと肉を一緒に食べてもらうっていうのが大人気、ウニと肉、やっぱ来なあかんな、お取り寄せではないもん、これはないね、本当になんか王の食事じゃない、え、それま今から食べさせていただけるんですか、今からあの作りますんで、はい、マジっすか、ちょっと一回だけ銀行口座確認しに来ていいですか残高をよろしくお願いします、はい、お願いします、店長、これはさっきと違う部位のお肉ですか、そうですね、次はサーロインの部位、サーロイン、サーロインをこの高級食材たちと食べるってことですか、そうです、サーロイン自体は、まあ、メニューないんで、はい、オプションという形でお出しているんです、なるほど、これ、はい、1回やると割り下こうやって残るじゃないですか、はい、別に拭き取らなくていいですか、拭き取らなくても大丈夫、焦げてなかったら、はい、でもうちやってんのフライパンでやってるから、やっぱ違うんだよ、うん、ちょっと待って、どういうことですか、ウニ取り張った、え、温めちゃうんですか、いや、じゃあ準備する、あ、準備する、びっくりした、何か新しい食べ方があるのかと、大丈夫、サーロイン、はい、1枚ずつで大丈夫です、とりあえず、はい、多分チビランドちゃんウニ食べられないので、はい、まず嫁だけ、なんかいつも私が先に食べてて、なんかすごいなんか旦那を尻に敷いてるみたいな感じに見えるからやめてくれ、なんで俺の好感度上げようと思ってやってるだけやから、奥さんに先に食べさせてあげて優しいをやりたいだけです、そう、よく言われてるよねなんかすごい藤原ランドってすごい優しいみたいな、ちょっと来たよ来たよ、なんかすいません、卵にサーロイン入れて、はい、何しますの、何しますの、うっそ、ありがとうございます。本当？ちょっと待って、え、まだですか？さらにちょっとわさび。ママ、これをね。え、こんなにたくさんでなんかわーってなりません？いけます？え、すごいな。なんか悪いことになるみたい。これメニューの名前、この世の終わりとかそういう名前ですか？最後の晩餐。やめてよ。まだ行きたい。うわー、ちょっとやば。食べて食べて、よだれがやばい、いただきますうん、海と山の一番いいとこ、うん、うん、うん、参りましたおいしすぎる、マジで、うん、ウニ大好きやもんな、うん、
なんかさっきのお肉と違う。あ、そう、うん、サーロイン違うんだ。どう違うかはちょっと説明ができませんけれども。おいしい、ご飯もチビランドちゃんのお肉ね、おいしいよ。サーロインの取り寄せも最近はある、あるんですね。じゃあサーロイン取り寄せて、まあウニはない、取り寄せはないでしょうけど、サーロイン取り寄せて近くのスーパーでちょっといいウニ買っちゃってやれば、これ同じことができる。来た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 。え、そっちの取るか。嘘やんっていうこの絵面な。ねえ。なんかさ、賞取った時とかに食べるやつだな。いただきます。どうぞ。一口でいけたね。どうですか？見つめ合ってる。やばいね。パパ美味しすぎて口んとこ垂れてるわ。肉の旨味と、うん、この肉がうまいな、割下うまいなのとこにちょうどこのウニのコクがブワー広がって、うん、ほんでほんのりこのその甘さとのバランスの隙間にこうわさびシュッと爽やかに香る感じ、うんうんうん、上手ね、しょぼりこ上手ね。寝ないじゃん、もうご飯。最高だ、今日、うん、なんでこんなすっきりしてんだろうね。そう、家でと全然違う。全然違う、家でというか、お肉自体が美味しいよね。そう、よそのいいブランド牛のもらったすき焼きしても食えて3なんですよ。うんうんうん、2行ったらもう多分次重たいやろうなっていう感じだけど、全くそれがないもんな。あの、まあ、別牛にこだわって使ってるので、まあ、赤身の部分も非常に柔らかい、うんうんうん、あの、質的に柔らかいのは別にこだわって栄養してるので。来たよ、これここに肉。これもう一回 V、 すいません、何でしたっけ。これはマルシン。マルシン、綺麗なお肉なあ、うん、パパこれぐらいはいつも焼肉だと好きだよね。これぐらいのあの赤身、うん、赤身の肉だ、うん、イチジク。 えマジっすか。ちょっと待ってください、イチジク好きにはちょっと驚愕する食べ方なんですけど。本当？初めて生ハムメロンを知った時の衝撃よりも強いんだけど。すごいね、これ。どんな味になるんだろう。オプションで入れてるやつなんで、まあ、ある時とない時とはね。なんかやっぱさ、プロだからさ、うん、作ってる時の見た目が美しいよね。美しい。家で作るとごちゃごちゃになっちゃう、うん、食べて、うん、食べる。いただきます。続きに。味しみてる。見て、この大きいしめじ。なあ。すごい。いや、俺この店知って、奈良、香りすごい。奈良ってこんな美味しいものいっぱいあんねやって。確かに。なんか奈良ってそんなに、なんもないみたいな。美味しいものないみたいなイメージあるもんね。別にうちの動画やからって冒険してるわけじゃないですよね。あ、違う。普段からやられてるやつですよね。すいません。はい、すいません。わー、ちょっと待って、って見て見て見て、いただきます。なんかこんにちはしてるけど。いちじくが甘酸っぱい香りが少々する。うまいの。おいしい。
そう、あったかいイチジク、あ、それはまああるか、うん、デザートとかでな。え、なにこれ、超不思議、なんも言えない、あ、なんも言えねえ、ちょっと違っちゃった、わかんない、なんだろう、食リポできない、食べてみたい、初めてだもん。うん、いいよ、後でやるから。そやろ、こんなん知らんで、ほんま他で、いただきます。うん、不思議でしょ、うん、でも、めっちゃうまいな、うん、なんなん、なんも言えないでしょ、なんかなんだろう、わかんないのなんか、いちじくの甘さが勝つんかなと思ったけど、全然そんなことなくて、うん、ほんのり甘い感じっすよね。で、ちゃんと肉のうまさしっかり際立ててて、でほんのり酸味ない、なんか肉のコクがすごい際立つよな、いちじくがほんのり甘いから、うん、こんな食べ方あんの、激うまやん、おいしいの、うまい、ネギがシャキシャキなのよ、あとほら、うん、いい音する、いや、ちょっと驚いたな、こんなんよそでないんちゃう、うん、なあ、ないこれ動画出したらどっかパクるかもわかんないですけど、いちじく全然大丈夫ですか、大丈夫です余裕だって肉が違うか、うん、すごい、相変わらずすごい、2回目この贅沢を、あああ、まあ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 、ああ、ああ、やっちゃったよ、やっちゃったよ。おいおい、いけんのそんなに、すごいね。完全にリバウンドだね、ババ。リバウンドだね。仕方ないっすよ。今やったら。誰にどんなひどいこと言われても許せる気がする。嘘、うん、言うなよ、言おうかと思ったんだけどひどい言葉が見つからなかった。危ない、どこや、カスとか言えばよかったかな、全然大丈夫カスはこんなの食えないしで、それは何ですか。これね、あの白だしですね。へぇ、梅酢とかよく詰めるんですけど、うん、お出汁をちょっと一緒に、パパ大好きだ、白だしとお水の、うん、椎茸がベースです。普通すき焼きの締めってうどんってよくある話ですか。そうですね、あれ関西大体うどんみたいですかね。締めまでたどり着けたことがないな、他で。ああ、いただきます。うん、おいしい、なんかもう平打ちだからよく絡んでて、うんうん、うん、あ、うまっ、米とはまた別物でした。おいしい、絶妙な甘辛加減、うん、めっちゃもっちりやな、うん、なんか平打ちで薄いのに、うん、さぬき張りのコシというか、うん、もっちもちやね、うん、でも名古屋のきしめんほど硬くなく、硬くなく、うん、で、この結構満腹に近いのにツルツル入ってくるね、うん、別腹ですって感じです。奈良なんで締めはかき氷、かき氷の出汁、奈良の貝は有名で、宝石箱からスタートして宝石箱からスタートして何、宝石箱っていうかき氷屋さんがまず有名だった。ああ、あの人が言ってたとこ、うん、かき氷があるんだって、食べたい、ありがとうございます。ちびらぐち、やばいの来た、やばいの来た、デザート
き氷だ。あ、やばいやばい、これ垂れちゃう垂れちゃう垂れちゃう、ギャンギャンギャン、どうしようどうしようどうしよう、垂れちゃう垂れちゃう、ここあげちゃうあげちゃう、上に。うーわ、これすごいかき氷。店長、これは見た目通りでいいですか？いちごと抹茶。あ、いちごと抹茶で、はい。これ上に乗ってるのは、これエスプーマですね。何のエスプーマですか、これは？これの練乳のエスプーマ。おしゃれ、食べる、チビランドちゃん。お子さん用の。はい、チビランドちゃん、ちょっとこのまま行ってみたら。そうだよ、食べたかったんだもんね、言ってたもんね、いちごのかき氷食べたいってね。どう？いいよ、食べて。美味しいね。いいよ。上のふわふわのクリームも甘いって、うん、クリームとかき氷と一緒に食べてもらう、うん、そう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 、上手、うん、おいしいね。このエスプーマの練乳がなんともまあ美味しい。パパが作ったかき氷と全然それは違うやろ、一緒やったら大問題で。なんか全然あのキーンとしなくて、あの口に入れたらプッてなくなっちゃう感じ。うわ、うまめっちゃ濃いぞ、この抹茶で、なんかすごい大人のいちごシロップだな、甘すぎず、うん、すごい、あのさ、うん、抹茶のこの茶葉感をすごい感じる。あ、そう、うん、食べていい、うん、うわ、怖いことれそう。うわ、練乳と合う、うん、おいしいな。あ、ほんとだ、すげえ大人の抹茶。ヤマト、奈良県産の茶葉。ほぼヤマトですか。そうです。これは宇治に負けないよ。俺奈良に茶葉のすら知らんかったわ。宇治って何？場所。うん、そう。おいしい。普段そんな抹茶食わんけど、うんうん、これはうまいな。あれだわ、いわゆる苔の味だわ。出た。それぐらい濃い大人の抹茶ね、うん、美味しい。これたまらんね、すき焼きの後たまらん、すっきりする。うん、こんなにかき氷めっちゃうまいって俺思ったことないわ。うん、うん、まあ普段そんな食わんのもあるけど、私奈良帰ってきたらいつもかき氷食べてる気がする。おいしい。シルバーカー一回さ、チュンチュンってしてるって食べた。うん、白と赤混ぜると何色になる？ピンク。そうね、賢く教えたんだよね、ママ。で、白と緑入れたら何になる？白と緑、うん、濃い、濃くなんないの。さあ、ということでごちそうさまでした。ありがとうございました。ごちそうさまでした。めちゃくちゃうまかったです。やっぱり家でもちろんお取り寄せ食べるのも美味しいですけど、来たら来たでまたオプションがね、うん、その一軸みたいなオプションあったじゃないですか、はい、あれって、まあ、季節によって違うオプションがあったりとかもするんですか？あります。うわ、季節ごとのやつ知りたい。 ちなみに 冬に来た場合のオプションとかは？冬は松茸。それそれ、カキ、それそれ、というオプションもありますので、お近くの方ぜひお店に来ていただきたいと思います。また遠くの方、日本全国発送されてますもんね。楽天とベースにももしきさんの販売サイトございますので、そちらで、僕らと一緒のももしきさんの大和牛の、お肉を食べていただけたらなと思います、はい、ということで本日は店長ありがとうございました。さあ、ちびらんどちゃん、じゃあ最後の挨拶してください。せーの、チャンネル登録よろしく。
また見てね。バイバイ。ありがとうございました。胃袋刺激してごめんなさい。